あ、お兄ちゃんだ。今日は暇。一緒にルミナスクエアの治安局まで行かない？僕は今、治安局の6文字がトラウマなんだ。実は今日ね、シュエンさんとチンイの2人が元の局に戻る日らしいの。フォローの中だったらお互い会わない方がいいかもね。でもフォローの外ってなったら、会いたくても簡単には会えなくなるかもでしょ。二人にはせめてうちの会員になってもらえってことかい？はあ、やれやれだよお兄ちゃん。私への解像度が高すぎて逆につまんないって。それ私が考えてたのはね、二人に贈り物をしたらどうかなってこと。例えばこの治安官が題材の映画、非常なる任務のコレクターズエディションなんてどう？なんといってもラストで主人公が上官に逆らって住民を守りに行く映画だからね。あれは面白かった。お兄ちゃん、二人はもうすぐ出発しちゃうみたいだから私たちも急いで行かないと。先輩、荷物の梱包が終わりました。車に積み始めますよ。シュエンさん、チン、なんとか間に合ったみたい。店長のご両人ではないか。どうしてここへ？自分たちの局に戻ってしまうと聞いたから、お別れの挨拶に来たんだ。うん、知り合って長いってわけじゃないけど、二人とは忘れられない時間を過ごしたからね。でしょ？だけどシュエンさん、講習の日は壇上でインタビューを受けるはずじゃなかったかい？どうして最後はメガネをかけた治安官さんが？妹は君に質問するのを心から楽しみにしていたんだ。それが顔さえ見られないなんて。ごめんなさい、あの日は急に先輩と厄介な事件の担当になりまして、詳しく教えることはできないんですが、見事解決しましたよ。あなたたちが六分が EMP 事件の重要な手がかりを提供してくれたおかげです。そうだったんだ。解決できてよかったね。せっかくこうして知り合えたわけだし、ビデオ屋から記念品をと思ってね。治安官が主役の映画なんだけど。気持ちはとても嬉しいです。ただ治安局の規定でこうしたものを市民から受け取ることができなくて。ですが、ランダムプレイの顧客として買い取らせてもらっていいでしょうか？もちろんさ。毎度ありがとうございます。お兄ちゃん、シュエンさんたちは出発の準備があるみたいだし、ここらでおいとましとかない？ついでにこの辺をブラブラして、この間からの悲願になってる美味しいご飯を食べないと。ルミナ文書に臨時派遣されてこんなにたくさんのことが起こるなんて、当初は思ってもみませんでした。いかにも、イベントはにぎわいされど事件はきりなし。証拠品を回収して身じまいと思えば、ほれ惜しいかな、始末書がまた一枚。どうしてまた印を？すみません先輩、電話が。もしもし。珍しいわね、こんな昼間にかけてくるなんて。今日は忙しくないの？ごめん、今しがた我らの卒業アルバムを眺めていてね。なんで急に卒アルなんて。また変な修行でもしているんじゃないでしょうね。ああ、これは写真を頼りに往年の同輩全員の名を思い出そうという修行だ。時に主演、私に宛てた寄せ書きを覚えているか？あなたが誠の正義を追い求め、都市を覆う邪悪な闇を切る誤報の剣となれますように。ちょっと大きな声で読まないでよ。周りに誰かしらいるんでしょ？すまない、
だが私はこの一節がどうも気になってな。お前の言う誠の正義と誠でない正義はどう違う？誠のメロンとメロン味の飴のようなものか？どちらもメロンの味がするというものは多い。かたや私の買うメロンは甘かった試しがない。それでも私は誠のメロンを好む。お前が誠の正義を求めるように、メロンとはメロンなのだ。そこに決して偽りはないからな。みやびなりに励ましてくれてるのね、ありがとう。で、どうしてハンドにいるあなたが知っているの？私が局から処分を受けたこと。白義重工が発見した正体不明の怪物がロッカに回ってきたからだ。私の情報官からも知らせがあった。近々詳しく聞き取りをするため、お前にはうちの課まで足を運んでもらうそうだ。あの証拠品があなたたちのところに？やっぱり何かあったのね。ああ、ここからが本題だ。怪物の残骸に仮面のような人工物の破片があった。そして内部の残留物からは人間の DNA が採取された。あの怪物の身元が分かったと？残念ながら死体が男性のものだということしか分からなかった。都市における全行方不明者および犯罪者の DNA と照合を試みたが、どれとも合致しなかったのでな。都市の外から来た身分登録のない人間という線もあるが、お前はどう見る？犯人はフォローに入ることも厭わず証拠品を奪おうとした。あの死体にはきっと何か秘密があるわ。少なくともその男、全くの無名の輩というわけではないはずよ。同感だ。だが今のところこの謎を解く鍵は見つかっていない。情報ありがとう、みやび。また近いうちに。ああ、それでは。すみません、先輩、お待たせしました。今しがたの電話。断片から察するに、ハンドの方で調べていた証拠品の件、進展があったのであろう？ええ、何やら重要そうな発見があったとか。その一方で不可解な謎も増えてはいますが、とりあえず乗りましょう。先輩、詳しい話は道中で。うむ、行くとするか。久しぶりね、パールマンさん。弁護士か？遅すぎるぞ。そっちが希望した面会だろうが、どれだけ待ったと思ってる？おお、ま、待て、どうしてお前が？あんな大それたことをしておいて、よくも抜け抜けと顔を出せたな、サラ。それは違うわ、パールマンさん。爆破エリアを住民ごと吹き飛ばすのはあなたのアイデア。それにあなたの技術顧問兼秘書のサラなんて人間は初めから存在しないの。そう歯を食いしばらないで。私は今日ここへ真面目な相談をしに来たの。法廷では率先して全ての罪を認めてちょうだい。檻の中でも最高の待遇を受けられるよう私たちが計らうわ。最初に私のところへ来て爆破計画をそそのかしたのはお前とその背後にいるやつではないか。それをよりにもよって私一人に罪を着せるつもりか？実に打算的なことだな。聞いたぞ、白義重工がホローの広場で怪物を見つけたと。回収した残骸も盗まれかけたそうだな。実際私は以前から疑問に思っていた。あの広場に地下鉄なんぞ通っていないのに、お前の計画書には調査と爆破の手配があった。お前らの本当の目的はあれの回収だったんだろう。私が法廷でこのことを喋ったらどうなると思う？パールマンさん、そんな根拠のない妄想に判事が耳を傾けるとでも？妄想だと？ならはっきり言ってやろう。私が握っていると言ったらどうする？
貴様とその背後にいるやつがビジョンの爆破未遂に一枚噛んでいたと証明できる絶対的な証拠。パールマンの話聞いてたかしら。しつこい男は嫌いだけど、彼の切り札は本物と言わざるを得ないわ。楽しんでいるような口ぶりだな。まさか。私は真剣に私たちの協力関係を心配してるの。で、これからどうするつもり？彼のお願いを聞いてあげるの？対処法を考える。